アゲハチョウ属は、アゲハチョウ属を分類する属の一つである。全世界に200種以上の種が生息し、日本には11種が生息する。属名のパピリオとは、ラテン語で、蝶のことで、カールフォン・リンレが1758年に、初めて動物の学名を発表した際に、すべての蝶の属名として採用したものである。全世界の熱帯から温帯にかけて分布し、 当初部にも勢力を広げている。日本に生息していないオーストラリア産のオールリアゲハや北アメリカ産のイースタンタイガースワローテールなど世界各地に特徴的な種が生息している。英名スワローテールが表すように波揚げ派や木揚げ派など講師にお嬢特起を持つ種が知られるが長崎揚げ派や同じ揚げハのように特起のない種も多くそのウムは 必ずしも属の特徴とはならない。熱帯では、成虫が通年発生するが、温帯では冬季に発生が止まることが多い。日本では、春型、夏型の際が知られ、夏型の方が大型で、色彩が濃く、文様が明瞭になる傾向にある。幼虫の植草は、ミカン化やセリ科などが多く、その刺激成分を集積して、頭頂の草角から発して、 天敵を撃退する。二霊幼虫から四霊幼虫にかけては鳥のクソそっくりの姿をしているものや派手なブチ模様をしているものがあり、中霊幼虫は蛇に似た姿に変わるものが知られている。さなぎを経て成虫へと羽化する。日本では発生が止まる冬の休眠期をさなぎで過ごす。成虫は食草に近いところで生息し、 盛んに様々な花の蜜を吸い、水たまりでは羽ばたきながら吸水する行動が見られる。日本では馴染み深い蝶として親しまれる一方、生息種の多くが農産物であるみかんかセリカを食草とするため、農業従事者にとっては害虫として扱われる。カラスアゲハやクロアゲハは栽培種を好まず、野生種を好む。ポケットモンスターの一種キャタピーは、 アゲハチョウ族の修霊幼虫をモデルとしたもので、蛇状の文様と草角を持つ。ただし、ウカゴの成虫型ポケモンバタフリーは、モンシロチョウを模したものに変化する。ありがとうございます。